藤村でございます。上篠でございます。それぞれの自宅から、そうですね、このズームってやつでやっております。そうですね。ワールドオブタンクスの方はやっていらっしゃいます？そればかりをやってますよ私はあなたがなんか森に入ってらっしゃって、もうトレートばっかりこうさえずってらっしゃる頃にねワールドオブタンクスばっかり毎日やってるじゃないですか。ああ、軽戦車もアメリカもティア8まであるんですよ。中戦車もティア8まで持ってるんです。なんでそんな持っちゃったかっていうとですね、やっぱそのワールドオブタンクスもね、やってらっしゃる方がね増えたんじゃないかと思うんですよ。ティア6の戦車で僕は戦場に行くたんびにですね、ティア8の戦場に送り込まれるわけですよ。弾が貫通しないんですよ。これはせっせとねティアをもう伸ばすしかないだろうと思って、でティア8を手に入れたらですね、ティア10の戦場に送り込まれてなんか元も子もないっていう、そういう日々ですね、ここのところね。今回なんか箱が届きまして、ね、あなたも来ましたか。ちょっと開けてみますか、まずこんなの入ってましたね。読んでください。はいはいはい、指示書。あ、はいはいはい、水曜どうでしょう TV、 藤村様、嬉野様、この度はアンバサダー就任おめでとうございます。アンバサダーになったんですね。いきますよ。まず1、テンション高い手紙を読み上げてくださいあ、お手紙ありました。テンション高いちょっと、お手紙ちょっと、やーやーいやいや、嬉しいの水曜どうでしょう TV、 藤村嬉しいの、はい、早くも1年ほど前にあわよくば2人のうちどちらかが好きになって本当にやっている体で4回放送できれば御の字だと思っておりましたら、あれよあれよという間に3000戦以上をこなし、初めの頃のヘッポコ姿などどこへやら、ね、なんとウォーゲーミングジャパンから選ばれし猛者たちをバッタバッタと投げ倒すありさま、あっぱれなことこの上だし、しかしあれからさほど時も過ぎていないというのに、時勢に反抗して赤べらに引きこもり平和に野鳥と過ごしている。このまま従っているようではパブリッシャーの名折れと。やはりここは引き続き日本を代表する戦車となってもらうための対決を続けてもらわなきゃならない。そこで2人には本日よりワールドオブタンクスコンソールアンバサダーに就任してもらおう。でこれから2人で、就任式をオンラインにて指示書に基づいてつつがなく行ってもらう。今後最低1年間はワールドオブタンクスコンソールのアンバサダーとして、視聴者の皆様に2人の熱い戦車プレイを届けること。以上、ウォーミングジャパンカントリーマネージャー兼リージョナルプロダクトディレクター泉さんと。あら、これでもうあなたも私も1年間食うに困らないことですよねいやいやいやじゃあ指示書その2行きましょう。衣装ってあります。衣装というよりはなんかこういう何ですか、アンバサダーって書いてあります。アンバサダーってね、アンバサダー今の時テレビでやってる人もいないぐらいそうですよね。身につけたら同風のぬいぐるみをお部屋に飾ってください。お部屋に飾ってください。ありました。とりあえずここに入ってみる。ぬいぐるみが飾れましたら細長い茶色の箱に入っている就任状とともにクラッカーを鳴らしてください。ワールドオブタンクスコンソールアンバサダー就任状、ちゃんと立派なやつが、はい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 、ね、せーの、ワールドオブタンクスコンソールアンバサダー就任おめでとうございます。ゴミ出ないって出たじゃないですか、これなんか。いやいや、ね、うちの中でね、こんなことやってたらね、うちの猫も驚いてますよ。いや、もうそうです。アンバサダーとしての意気込みをお話しください。ほら、もう意気込み先生あるでしょう。我々のこのチャンネルではね、そのゲームによってあぶり出されたこの人生観っていう、はいはいはい、若い人たちもですね、はいはい、ぜひそのワールドオブタンクスこの機会に入って、ええ、で我々の実況を聞きながらですよ、ビジネスチャンスをつかむというですね。そういうことですよ。だゲーム画面を見ながらこの人生の攻略ができる。そうですそうですそうです、本当にもう本当に会社は常に戦場ですからね。どこから弾が来るか分かりませんよなるべく死なずにうまい立ち回りで最悪ね負けても生き残るっていう方法ですね。そうですね。まあそういうことを話しながらの動画にしたい。いやーなるんじゃないですか。ね。思っておりますか。そして最後にですね、最初の宿題を開けてください。ワールドオブタンクスバーストミッション。ハッピの背中に入れる名言を考えようと。負けて食いなしとかですか。そうだよね。常に初陣とかですか。負けて悔いなしっていう戦いをどうしようかっていうね。あ、なるほど、それは常に考えてますね。とはあります。精神収容をなさってますもんね。ありますあります、ワールドオブタンクスはそのぐらいのことができるので。いや、そうかもしれない、負けて悔いなしっていうふうに、ね、とりあえず名言、いいんじゃないでしょうかね。入れときましょうか。はい、入れときましょう。
ということで、うん、我々今後1年間ね、ワールド・オブ・タンクス・コンソールアンバサダーというものに就任して、ゲーム動画をね、どん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 上げていきたい。ぜひ、広げてまいりましょう。思っております。まあ、はい、中高年の男性諸君、集え、もちろん若者も集えと。集えでございますからね。はい、じゃあ、今後1年間よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。プレイステーション。